1989年週刊少年ジャンプにてサイボーグ D ちゃん G 連載、1991年から1992年週刊少年ジャンプにてアラビアンランプランプ連載、1992年から1993年週刊少年ジャンプにて力人伝説鬼を継ぐ者連載、1995年から1996年週刊少年ジャンプにてからくり上司操り左近連載、1998年から2003年週刊少年ジャンプにて光の語連載、2003年から2006年週刊少年ジャンプにてデスノート連載、2006年から2007年週刊少年ジャンプにてブルードラゴンラルグラド連載、2008年から2012年週刊少年ジャンプにてバクマン連載、2014年週刊ヤングジャンプにてオールユーニードイズキル連載、2014年から2015年週刊少年ジャンプにて学級法廷連載、2015年から2021年ジャンプスクエアにてプラチナエンド連載、2021年からジャンプスクエアにて昭和商店連載中です。画集サイ光の語イラスト集、グラウエノワール映画バクマンイラストワークス、以上は小畑武史先生の主な作品になります。